南北輸送回廊回廊の南端、ムンバイ回廊の主要港、バンダレ・アッパース回廊の北端、モスクワ南北輸送回廊は、インドのムンバイとロシアのモスクワを船や鉄道、道路で結ぶ全長 7200km の複合輸送網である。基本経路は、インド・イラン・アゼルバイジャン・ロシアを結ぶ。経由する主要都市には、アストラハン、バクー、バンダレ、アッパース、テヘラン、 バンダレ・アンザリー島がある。試算では、従来の回路に比べ、費用が30%、時間が40%削減された。カザフスタンやトルクメニスタンを通る経路も議論、されている。インド、パキスタン、オマーン、イラン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタンが、中央アジアとペルシャ湾を結ぶ複合一貫輸送のために締結した、アシガバート合意とも連携している。 この経路は2018年1月中旬に供用開始予定である。2002年5月16日、ロシア、イラン、インドが計画に署名した。この3カ国は創設メンバーで、他にはアゼルバイジャンやアルメニア、カザフスタン、ベラルーシも重役を担っている。トルクメニスタンは公式メンバーではないが、道路の連結に前向きである。 インドのモディ首相はトルクメニスタンを訪れ参加を呼びかけた。2017年中にガズビーンラッシュとアスタラを結ぶ鉄道が完成予定であるチャーバハール12002年、イランは南東部のチャーバハール港の開発でインドと合意した。イランの海上輸送の85%を占めるバンダレ、アッパースが激しく混雑していることを踏まえ、10万トン級の大型船が 入港可能な深い港を持つチャーバハール港の容量を年間250万トンから1250万トンに拡大する。ベレケト駅はカスピ海横断鉄道と南北輸送回廊が交差する交通の要所である2007年12月、トルクメニスタンのベレケトで着工した。2009年7月、カザフスタンで着工した。2010年2月、アジア開発銀行は、 トルクメニスタン政府に対し、カザフスタンのジャナオゼンベレケト館の 311km に3.5億ドルの貸し付けをすることに合意した。7月、イスラム開発銀行から3億7120万ドルの貸し付けを受けた。2013年5月、ジャナオゼンベレケト館が完成した。2014年2月、ベレケトトグズレトレク館の 256km が完成した。 12月、ジャナオゼンから北東イランのゴルガーンまでの 677km の一括運行が開始した。このうちカザフスタンが 137km、トルクメニスタンが 470km、イランが 70km を走る。ゴルガーンからはイラン国営鉄道でペルシャ湾につながっている。費用総額は推計6.2億ドルで3国が共同出資した。 ジャナオゼンベレケト間の 311km にはアジア開発銀行が投資した。2012年7月28日、2国間で合同鉄道の30年間の運行と20年間の延長券の設定が合意された。この合意によって南部アルメニア鉄道計画が首都エレバンの約 50km 東のガバールから南部国境の巡りまでの 316km を 結び、国会とペルシャ湾が鉄道でつながる。もし開通すれば、アルメニアがアゼルバイジャンのナゴルノカラバフ自地州を占領していることに対するトルコとアゼルバイジャンによる経済制裁に苦しむ同国の経済を救済できるとされる。2013年1月24日、ラシアフストロシア鉄道南高カサ支部、アルメニア政府の三社で計画について合同発表がされた。 ラシアフスは中国交通建設が事前調査で大きな役割を果たすと述べた。9月3日、アルメニアのチグラン・サルキシャン大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領はロシア鉄道は15億ルーブルをアルメニア鉄道に投資できると述べた。ラシアフスは大統領に対し中国交通建設による実行可能性調査と路線計画を示した。 調査によると建設費用は35億ドルで、ガガーリンからあがらくまでの305キロメートルを結び、輸送能力は年間2500万トンだった。総延長の40%が84の橋と60のトンネルに占められる。2017年4月時点で、この計画は全く資金を確保できておらず、市場の計画に過ぎない。アスタラ港は回廊の一部である。 2013年3月、カスピ海南西部に位置するイランのアスタラ港が開港した。この港は民間企業とイラン国営公安開事局の合同事業と報道された。イランは2200万ドルを投資し、港拡張のためにさらに10%の増額を計画している。また、処理能力を現在の60万トンから300万トンに増やす計画がある。 この港によってロシア製品がイラン内陸部に早く安く届くようになる。イランルドはカスピ海とインド洋を結ぶ運河建設計画である。これはルート砂漠経由とオルウミーイエコペルシャ湾経由の2経路がある。カスピ海とペルシャ湾を結ぶ計画は19世紀後半からあったが2016年にロシアトゥデイは2020年までにロシアとイランが この計画に合意するだろうと報道した。プシェールコートシーラーズを結ぶ鉄道建設で南北輸送回路の整備は完了するとされ、中国機械工業建設集団が総額7億ドルで契約を締結した。2014年、交通イロを見つけ出すために2つの経路で旅行演習が行われた。一つ目はムンバイからバンダリアパースを経由し、バクーに向かう。 二つ目は、ムンバイからバンダレ・アパースとテヘラン、バンダレ・アンザリーを経由し、アストラハンに向かう。結果、輸送費は15トンカーゴで2500ドル減少した。他には、カザフスタンやトルクメニスタイ経由も考慮されている。ありがとうございます。